皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングはサバ缶を使ったサバ豆腐ハンバーグを作っていきます。お肉を使わないヘルシーハンバーグですね。それでは早速作っていきましょう。まず大葉を刻んでいきます。茎を切り落としてこんな感じで丸めて細かく刻んでいきましょう。こんな感じですね。そしたらボウルに材料を全部入れていきます。サバ缶は水分を取り除いてから入れます。豆腐も同様に水分を取り除いてキッチンペーパーで軽く拭いてほぐし入れます。そこにおろし生姜こんくらいと味噌こんくらいを加え、刻んだ大葉も加えて混ぜ合わせます。そこにパン粉を少しずつ加えながらさらに混ぜていきます。ここでのポイントとしてはパン粉をケチらないことです。もう絶対ケチってはいけません。固まりづらい材料を使っているので、つなぎであるパン粉が少ないと焼くときにボロボロになっちゃうんですよね。あ、なんか参考映像があるみたいなんでご覧ください。いや、悲惨でしたね。こうならないためにパン粉は多めにしましょう。はい、こんな感じです。なんかなめろうみたいですね。そしたらフライパンに油を引いて、さっき作ったタネを強火で焼いていきましょう。形を整えながら焼く感じですね。加熱が必須の材料は使っていないので、普通のハンバーグみたいに蒸し焼きにして中まで火を通す必要はありません。サバ豆腐ハンバーグの完成です。がっつりボリュームがあるけどヘルシーという、男性にも女性にも嬉しい料理です。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。